で、ロボコ先輩の僕が死のうと思ったのはってめっちゃ泣いた。もうなんか、初めさ、ロボコ先輩のさ、歌めっちゃ好きで、なんだと、ちょっとかつれてるで合ってるのかな、なんかエッチボイスなのかな、なんかわかんないね、感情がさ、すごいさ、こう、なんだ、こう、めっちゃさ、訴えかけてくるさ、あれがあるじゃん。じゃあな、僕が死のうと思ったのはって曲めっちゃ好きだったから、なんかもう、めっちゃ良かった。めっちゃ泣いたで。これだけはもう今日言おう思って、頭にちょっと叩き込んできた。めっちゃ良かった。ね、めっちゃ良かったよね。でもさ、その後かその前かもちょっと時系列覚えてないんだけど、ラプちゃん転んだじゃん。ちょっとラプちゃん転んでさ、もうなんか、なんか、ラプちゃん転んだでっていう脳みそになってるかだ。脳みそになったかだ。ちょっと、めっちゃかっこいいパフォーマンスしてたのにさ、ちょっと子供だのがちょっと今脳内に残っている。可愛かったなと思って、最後のさ、なんかエモくなって盛り上がってエモくなってみたいな感じだったじゃん。いや、なんかちょっと初めなんか、いや、こうほんと信じられないなと思って、こう今フォトダイブにいるっていうのが、もうなんかもう、なんか信じられないなって。すごいじゃん、なんかライブがさ、やっぱりさ、なんかすごくて、先輩みんなさ、かっこいいっち可愛くてさ、なんかこう心を動かしてさ、パフォーマンスをしてたじゃん。お歌とかもさ、いや毎回すごいんだけどさ、やっぱなんかお客さんがいて、でなんかこう歌って踊ってってさ、なんかしてるとさ、やっぱよりね、すごい感動したよね。お手紙もね、すごい良かったで。いや、どうだろうね、番長もあのステージ立てるのかな。立てたらいいですけど、まあ立てるか分かんないですから。でもほんとなんか、はじめが憧れた場所がそこにあったで。みょうたんかっこよかった、ほんとにゃ。ね、なんなん、もうなんか演出もすごいちた。いや、フォトダイブってすげえな、ほんとにゃ。ね、めちゃめちゃ感動。ちょっとなんかもうさ、言葉とか出てこないよね、なんかもう。あ、すごい、すごい、すごいみたいな感じで、もうなんかもう。もうすげーっていう感情と、なんかもう涙って感じや。番長楽しみ、ありがとうね。出てたらいいね。出てたらうわーってやってんね、うわーってペンダイトうわーってやってんね。遊ばずに行くぜ、毎日仕事行っちゃうぜ、仕事しか見えない。あい、あい、あい、あい。